こんにちは、ゲーミングお母さんちょみです。今日は鬼滅の刃とマイラさんのコラボパンプスのお話をしていこうと思っております。はい、私も以前動画にさせていただきましたが、マイラさんと鬼滅の刃がコラボをされるということで美女が出ておりました。本当に素敵な美女で、うわめちゃくちゃ可愛いな、欲しいなと現在絶賛悩み中です。お金ないからね悩んでます、まだ。はい、この間私なんちゃタウンに行ってたじゃないですか。そしたら視聴者様が、あ、チャミさん池袋行かれるんでしたら今池袋のアニメイトに実際にパンプス飾られてあるみたいなのでぜひ行ってみてくださいっていうメッセージをいただきまして、私なんちゃタウンの翌日池袋のアニメイトさんの方に行ってきました。アニメイトさんめっちゃ綺麗になってました。びっくりすごいですね。ええー、って感じで、売り場も変わってたのでかなり迷いましたけれども、パンプスが展示されてたのは確か3階のキャラクターグッズのところだったと思います。間違ってたらごめんなさい。でもキャラクターグッズのところは絶対キャラクターグッズのところでした。見てきましたよ。もう正直な感想言っていいですか。正直な感想言いますよ。もう包み隠さず言いますけれども、写真で見てるよりめっちゃなんていうか落ち着いた感じでした。だから逆に普段使いしやすそうだなと思って、ますますこう購買意欲が上がったんですけれども、結構ね、なんていうのかな、写真だと発色がいいというか、なんて言うんでしょうね。まあ今こうやって写真を見直したら確かにあの感じだなとは思うんですけれども、なんかもっとキラキラしてると思ったんですけれども、本当に落ち着いた感じでした。実際にちょっとお写真、動画はダメなんですけどお写真は大丈夫だということでお写真撮ってきましたので皆さんと一緒に見ていこうと思います。お写真を出す前に言い訳じゃないんですけれども、すごいたくさんの人で賑わってたんですよ、アニメイトさんが。だから人が写ってはいけないし、出張中というか遠征中で荷物も多かったので割り込んで撮れなかったので、ちょこちょこちょこっていう感じで撮らせていただいていまして、角度があんまりいいことないかもしれません、すいません。雰囲気をね見ていただければいいかなと思っております。ではまずどこから行こうかな、全体的な雰囲気からいきましょうか。これが実際のシューズなんですけれども、こんな感じでちょっとピンボケしてますね私すいません。手前がレズコちゃんで、で奥側にあるのが煉獄さんと、そして右側が天元様という感じになっております。結構落ち着いている感じですよね、すごく。その後ろに見えている白いのが善逸くんで、その奥にあるのが猪之助くんなんですけれども、これは煉獄さんなんですけれども、ブラウンがベースになってまして、でところどころ赤というのかな、ちょっとワインレッドよりはもうちょっとブラウン寄りの赤、落ち着いた感じの色合いになっていましたね。どのシューズもやっぱり後ろ側がすごくて、リボンがこう何重にもなってめちゃくちゃボリューミーじゃないですか。あれがやっぱりすごかったですね。これが炭治郎くんなんですけれども、うん、炭治郎くんもやっぱり緑色が結構深い緑色というか、お抹茶って言ったらいいんでしょうかね、なんかそんな感じの色合い でレースがすごい綺麗かったですね。炭治郎くんもリボンがねやっぱすごいんですよね。これうまくねこっち側も撮りたかったんですけれども、ここら辺にもねたくさんの人がいらっしゃったのでちょっとね映り込んじゃうなと思って撮れませんでした。でこの2つのシューズが左側が牛さんで右側が忍さんになっております。すごく落ち着いている感じじゃないですか。あーなんかこれ履きやすそうだなと思いながら見ておりました。こちら猪之助くんとそれから善逸くんのパンプスの後ろから見たところ撮らせていただいたんですけれども、このような感じです。だから善逸くんだったら本当にめちゃくちゃ落ち着いてる感じですよね。
伊之助くんが一番派手だったかな。でもこれぐらいのデザインのパンプスだとこれぐらいの発色があってもいいかなとは私は思いましたね。横側にマイラさんと鬼滅の刃のこうポップというかパネルがこう展示されておりました。で箱もね展示されてたんですけれども、こちらが箱になります。1商品につき1つ場面写真を使用しました蛇腹ポストカードが付いているということだったんですけれども、この手前にあるのがその実際の蛇腹のポストカードですね。これ炭治郎くんバージョンで展示されていたんですけれども、こんな感じなんですね。で見ていただいたら分かるようにポストカードがだいたいまあこれぐらいだとして倍ぐらい、こんなもんだったのかなの大きさになってますよね。箱がねすごい大きくてめっちゃいいじゃんと思いました。もう私の体感ですよ。私の体感ではあの12ロールのトイレットペーパーあるじゃないですか、あれぐらいに見えたんですよ。これぐらいに。だけどこれって落ち着いてみたらまあこれぐらいだったんですかね。すっごい大きいって思ったんですけどね。この箱が欲しいって思って、思わず移動中の電車の中でこちりそうになりましたが、ちょっとまだクラフトホリックもあるし、まだまだ年末に向けていろいろ出そうなんで、まだ今ちょっと悩んでおりますが、やっぱめっちゃ欲しいなと思いました実際見て。はい、とってもかっこよかったです。見るだけじゃなくて試し履きできたらもっと良かったんですけどね。それは難しいのかな。いやピンヒールどんな感じなのかなってちょっと履いてみたいですよね。あ、もうでもだいぶ売り切れてますね。こうやって見たら、え、ちょっと待って、第1便第2便とあるんですね。第1便とかもう結構売り切れてますね。うわ、煉獄さん第1便全部売り切れてるじゃないですか。炭治郎くんも23センチと 25.5 センチだけが残ってるだけなんですね。猪之助くんも全部売り切れてますし、そうそう猪之助くんいいですよね。牛さんも売り切れてますね。天元様ももう残りわずかですよね。うわー、めちゃくちゃ早いですね。うわー、私が悩んでいる間にどんどん売り切れているみたいなんですけれども、皆さんはもう注文されましたか？第1便ほとんどなくなっているみたいなので、購入予定の人はお急ぎください。はい、というわけでこの度も皆さん最後までご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。ごぶんわー。